ご覧ください。これはこの破壊と創造展の初日です。11月1日に描いた絵です。ライブペイントで配信しました。向かって右側は黒い和紙、向かって左側は白い和紙です。赤と黒の墨を使い分けて描き、恐ろしい正面の顔になっております。西本が得意とする竜の絵と不動明王の絵がミックスされ、炎に燃える不動明王様の意志がこちらに乗った形になります。さあ前を向いて行け、自分の思うまま、心の赴くまま前に行けと、西本勇気の決意をここに見ます。その決意をこの絵から感じ取ってやってください。